ラジオネームパプリカさん、はい、あパプリカ嫌い。私は今ピアスの穴を開けようか考え中です。ジェネレーションザピアスをしている人が多いのですが、うん、初めて開けるときは怖くありませんでしたか、はい、ちょうどハヤトは開けたもん。ハヤト開けたじゃん。いや全然怖くなかったでしょ。いやめっちゃビビってたじゃん。マジビビった。どっちだよ。マジ怖かったもん。痛かったし開いてなかった。ハヤト開いてなかったです。ネバレっていう後のリリースのタイミングだけなんですよ僕。でしかも今まで過去ここ10年ぐらいいろんな人にピアス開けるときって痛くないんですかって聞いてたんですけど、うん、普通に痛かったっす。開けたとき痛いんだ。痛かったよ。超痛かった。だからもうハヤトが開けたことによって俺だけだからね、開けてないのね。だから逆にビビってるよね、ピアス開けることに。ビビってる。ビビってないから中二だね。俺から言わしてもらうと。ハヤトさ全然ビビってないから。開けてから5日ぐらいでさ入れ替えて。いや1週間は待ったよちゃんと。産んでたよ。産んでた。今もたまにね、産むもん。草って言ってるんですよ。そう、耳草耳草耳草って毎日言って、ゆうたくに嗅がしてた。耳臭い話どうなの。なんか耳が海臭い。海臭い。え、草ゆうたくちょっと嗅いでって言って、嗅がしてた。よく。マジか。臭い。そう、耳を開ける何って臭くなるんですよね。産んじゃって。うん。いや、もう絶対開けないわ。開けない方がいいと思う。俺だって興味がないもん、まず。冷やすの。ゆうたくだってファッションに興味ないもん。そんなことないでしょ。そこだって俺、初めてりょうたくんのリハギ見たとき、エースコックの T シャツ着てたんだって。着てた。パロディみたいな。エースコックのパロディ T みたいな。あずき色の。え、それこそユニクロだぜ。でしょ？うん。その時からだよ、りょうたくんの。わけわかんない T シャツシリーズ。もう今ないっしょ。今はね、さすがにね。やばくない？ちょっと内容なさすぎじゃね、これ。これはやばい。さすがにりょうたくん。次の、バイオリ。